9、存在と素手、その表現と移動。新約聖書ヨハネによる福音書の初頭に出てくる、はじめにロゴス、言葉と訳されている、があった、と語句を、ヨーロッパの数国語の訳文について見ると、ギリシャの原点からラテンを得て、ドイツ、イギリス、フランスなどが、同じ組み立てを構文の上で取っていて、それを日本語訳と対比すると、ある箇所で著しい異なりが現れる。三段の文句を通じてヨーロッパ諸語では、各段の表現のためにいわゆる存在の動詞、B、ザイン、エートルを、の語を一様に用いていることは注意を要する。その意味から言うと、日本訳で示すように、最初の段ではロゴスが単にあったというだけの存在を言い立て、第2段ではそれが神と共にあったという共存というあり方を述べるのに対して、第3段ではロゴスが神だったことを説いて、断定の表現を用いている。この最後の表現は、単に物事の存在を主張するのとは違うことが、日本語の表現でははっきり出てくるが、ヨーロッパ諸語では同じ存在の動詞の影に隠れてしまう嫌いがある。ロゴスを元と訳したことは、ラテン語訳以来のしきたりで、そこでは、Verbum、あるいは、Serme、を当てているが、後に来るものがそれに習ったかと、のかと思われる。中国語訳には動を当ててあるとのことで、中国語的に行われている。この一節はよく引用されるが、それの神学的解釈を他にして、言語の論究などに際してたやすく誤解される恐れがある。日本語で人物の存在を表すのにもっぱら動詞あると適用するが、その限りで存在の動詞ということは認められる。しかし他の動詞のようにこれの否定の形を作ってあらないということをせずに、率直に端的に不在を表すないを用いることは、ヨーロッパ語における用法とは対比される。中国語におけるあるとあるうと没うのとの対比を思い出させるものがある。一般にヨーロッパの諸語では人物の存在を言うには存在動詞などと呼ばれる B ザインエートルを使って、またそれだけを使って済ませることは一般に行われていない。不在の場合も同様で他の表現方法を慣用する。神の存在を厳粛に説くような場合にGod is, there is a God のような表現が用いられた例もあり、またそのために、to exist, existieren の語を古めかしく配置することが、それらは操縦を装う哲学者流用語例としてしか通らない。英語で物の存在を言うのには、there is, there are というのが定石で、その際の there は、ゼアのように発音されるし、そこにあそこにの意味を伝えるのにはさらに句の終わりにゼをはっきりと発音してつける必要があるという。これに対してドイツ語の存在の言い回しは非認証的な文句で、Es gibt とする。他動詞 geben から導かれたる三人称単数の形、古くはギルベット。ディベット。ザインは名詞として、ザイン、ダーザインなどと存在概念を表す哲学用語となっている。フランス語でも動詞としてエートルを何々があるというところには使わないで、非認証表現のイリューを通用させているが、これは他動詞オーボーから導かれたもの。一層場所の指定を含めては、が用いられるが、動詞見るの命令形に場所の指定を採択した性句で、規制の品種表には収めにくいものとされている。いわゆる存在動詞の語法的機能はヨーロッパ諸語において存在の表現を他に譲って主として素定ないし断定の表現の2に当たっている。アリストテレス流論理学が出発の当初からその判断論において好ましからぬ因縁を結んだことについては批判されなければならない。